室井国彦さん、はい、一周目会の室井でございます。よろしくお願いいたします。私はあの大臣に確認をしておきたいことというかございまして、それは今回のその感染症のこの拡大、要するにこういうものが国内に パンデミックの兆候が現れ、まあ、非常に、えー、国民、まあ、命を安否をそういう命をですね生命を <coughs>、まあ、恐ろしい、まあ、こういう感染症のことでまずはやはり一番間違ってはいけない最初の出だし水際作戦といいますかこの対応がですね、まあ、非常に、えー、大きく この対応の仕方が誤ればですね小さくするものが大きく拡大してしまうということも十分考えられるわけでありまして国交省としても空海鉄軌道陸かなり広範囲にあるわけでありますけれどもそういう中でちょっとこう3月の話になるんですけども3月6日にこの 閣議決定をされたというその要するに到着空港をまず関空と成田に集約しようとまこのように決決定されたわけであります。もちろんこの船舶旅客運送をこういうものを停止する止めるということでそれぞれの業者の協力を求めて。 ここで厚労省も頑張っておられるということは当時私も皆さん方に敬意を表しておりますし今もそういうことは続いておりますけどもただここでですね確認しておきたいことはこのまあマスコミも根拠があってこう報道されているのかされていないのかまあもちろん根拠があるからこそ報道するんでしょうけどもこの新型コロナウイルスの 感染の拡大に伴うこの水際対策についてですねまあ当時中国の習近平国家主席の来日を春に迎えているという日本の国内事情がありましたこの判断も難しい判断でありましたし我々もどのようになっていくのかという非常に心配をしておりましたし中国は特に香港の問題も抱えておりましたのでえまあそういう一点と2020年 これはその日本の国を国際観光都市にするという計画はですね上昇気流に見方上がりにぐん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 伸びていくという我々にとっても本当に嬉しいというかですね思いでありましたけれどもそこミではこの対応が遅れた報道が対応が遅れたという原因はここにあるんだというようなこ報道がいくつかされておりましたけれども実際 大臣がどういう,うあのこう当時、えーまあ、それは非常に複雑な心境であったと思いますけれども、どういうこのマスコミの反応に対してどうだったのか、これをちょっとお聞きしておきたい、知っておきたいことと、まあわせてもう一点、えー、この成田と関空に集約したことでよかったのかどうか、まあ、ここ、海外から帰国者が2時間以上も待たされ、そして、 空港で待機を余儀なくされ、また自宅までは特に公共交通機関を利用しないようにという、そういう指示まで出されたわけでありますけれども、当然かも分かりませんが、こういう今回、これで良かったのかどうか、また今回の経験を生かして、今後どのような対策を考えようとしておられるのかですね、その点はちょっと大臣、ご所見をお聞きしたいと思います。赤羽国土交通大臣 あのまず、今回の水際対策をはじめとした政府の対策について、必ず総括をして、総括が行わなければならないと思っております。で加えまして、水際対策と申し上げしても、基本的には検疫の問題でありますので、国土交通大臣がえ国交省として決めたということではない。 政府として検疫、まあ、という立場から決められたことを国土交通省として対応してきたということでございます。さまざ、あ、まなことがありますけれども、まず、えー、最初の,あのです、ね、はっきりと申し上げておきたいのは、その習近平国家主席のご訪日についても、また2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催についても、それは国家的な大変大きな行事であることは間違いございませんが、あの東京オリンピック・パラリンピックの開催については、 あの政府が決めることではありませんで、IOC の委員会で決められることでもありますし、外交の日程も先方のあることでもありますが、私はまあ常識的にえ国民の命をさらして、そうしたことを考慮するということはありえない、また全くうがった、無責任な報道、報道があったのかどうか承知しておりませんが、そうした報道があったとするならば、全く無責任なあのー。 まあほどだという,ふうには思っておりますそん,なそんな思いでやってた政府の人間は一人もいないというふうに思っております。で、あの集約をなぜしたかというとです、ね、当時あの、これ、集約をしたのは韓国と中国からのお便でございまして、実はあの中国、これ、香港、マカオも含む中国からの到着便というのはです、ね、全国で計16空港。 で毎週約440便飛んできているんですね、当時、あの平常時は、ですねで韓国からの到着,到,着到着便につきましても、地方空港を含めると全、全国で17空港で、これは週620便ございまして、それぞれの空港で検疫をして、しっかり水際対策を取,る取れるかというと、そういう現状にはなかった。 そうしたことで、成田空港と関西空港に集約をして、そこでまあ水際対策を集中したというのは、私はまああの評価、ああ委ねたいと思いますが、現場にいてそれはあの合理性がある判断だったと思いますで、そこの中で、公共交通機関を使わせないということで、なかなかどうやって家に帰るんだとかっていう。 あのご不便を感じた方もいらっしゃると思いますが、これは感染拡大を防止するという観点では、やはりやむを得なかった処置ではなかったのかなというふうに思っております。まあ、いずれにしましても、さまざまなご指摘とかご意見があると思いますし、水際対策っていうのは、ちょっとこれは個人の感想みたいですけど、今となってはいろんなことがありますけど、最初にファーストアクションを起こした1月の末、武漢の在留法人を、え、ー 帰国していただいたという段階では、こうした世界的な広がりになるという予測があったわけじゃありませんし、また、正しい情報が、えー、我が国にもたらされていたかどうかということも、これも確認しなければいけないと思います、その当時に、もうすでに実は感染されていた外国の方が、日本に入られていたという状況も、えーまあ、これは想定あ推、推測はできる話であって、いずれにしてもやっぱり事実に基づいた。 総括といのはなされるべきだというふうにまあ謙虚に総括をしなければいけないと思っております村井金彦さん、はい、ありがとうございますやはりスタートというか水際というのは非常に大事なことでありましてこの総括をされて今後第二波第三波また新たな感染の発生がするかもわかりませんその点はしっかりと 国土交通省のまあ大臣とトップとしてこの教訓をさらに生かしていただけるように、さらにお願いをしておきたいと思います。えー、時間ございませんので続けます。えー、今度はこの緊急事態宣言があ全面解除になりました。その後のですね、公共交通機関の利用にあたるその感染防止の対策をですね。 どのように国土交通省は考え、捉えられておられるのか、この点をお聞きをしておきたいと思います。まあ、あの緊急事態宣言が全面解除される一方では、公共交通機関の利用にあたって、やはり利用者の事業,事業者に対して、引き続きこの自社出勤という、 そしてまたテレワーク等の推進をです、ねまあ、徹底的に持続させる、させていく、これが賢明な策というふうには思っておるわけでありますけれども、まあ、国交省としてどういうお考えをされておられるのか、でまず、国交省だけでなく、各省庁との連携も非常に大切だというふうに思っております。こ、まあ、ここままででののは成果を上げられれししたのでこれが継続持続持 え消滅というか、できるようにえお願いをしたいわけでありますけれども、これから最後のこの満員電車のですね解消にこうどう取り組んでいくか、先ほど申し上げたことにつながるかも分かりませんが、その点をおご質問をしたいと、政府参考人の方とお願いします。水鉄道局長 お答えを申し上げます緊急事態宣言が解除されまして、今後、公共交通機関の利用者の増加が見込まれます中で、主要な通勤・通学手段である鉄道における感染リスクを低減していくということが極めて重要であるというふうに認識をしております。 その際、社内の混雑緩和は有効な対策の一つであると認識をしておりまして、鉄道事業者の皆さんにおける努力とともに、企業の皆様にもご協力をいただきまして、需要の抑制、分散を図ることが不可欠であると考えております。 このためまず鉄道事業者の皆さんに対してはオフピーク通勤の判断に資するよう利用者への混雑状況の情報提供などの新たな取り組みを推進していただきますとともにテレワーク時差出勤を利用者に呼びかけるということを要請しているところでございますさらに雇用主でございます企業の皆様に対してもこれまでから2月と4月の二度にわたりテレワークや時差出勤の取り組みにつきまして赤羽国土交通大臣から も日本経済団体連合会等のトップの方々に直接要請を行ったところでございますけれども、緊急事態解除宣言後における継続的な取り組みが重要でございますので、引き続き関係省庁とも連携して、ハイレベルで経済界などへの協力を呼びかけてまいりたいと考えておるところでございます。またこれららにに加え鉄道における感染防止対策という観点からは空調装置などの使用や 窓開けによる適切な換気をするとともに利用者に対して換気の実施状況等を周知すること。 また、密接した会話などを避けるため、利用者に対してマスク着用、車内での会話を控えめにしていただくことを呼びかけることなどにつきまして、鉄道事業者の皆様にお願いをして、実施をしていただいているところでございまして、これらの取り組みによりまして、引き続き感染拡大防止に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます村井金彦さん、ありがとうございます。確かにあのこの鉄バス タクシーへの乗車がかなりそういう意味におきましては抑制がされていたと、まあ、そういうところで非常に皆さん方の努力をです、ね、敬意を表したいと思っております。まあ、新幹線にしましても特別な移動をしなくちゃいけないときに新幹線で私、一人しか乗っていないとかです、ね、東海道本線とかまたそういう鉄軌道はそういう状況でありましたので。 これは皆さん方がかなり努力されて頑張っておるんだな。という、まあ、そういうところで、まあ関心という経緯をしております。これをまあ安心せずにですね。油断せずにできるだけ続けていただけるように、えー、お願いを。もちろん経済も大事でありますけれども、お願いを申し上げたいと思います。えー、すいません。皆さん方に、えー、この goto キャンペーンの質問と感染症の情報伝達の取り組みについて2問用意してたんですけども。 私の質問17分ということで、えー、時間が過ぎておりますのでまた後ほど皆さん方にまた機会があればお聞きしたいと思いますこれで質問終わりますそうでしょうまだ過ぎてませんよ<え>まだ過ぎてないです11時17分はいよろしいですかすはいわかりました。